ちでーす。さあ今日なんですけども、竹焼翔くんとのコラボでございます。はい、竹焼くんはですね、僕は今日初めましてです。完全に初めましてということで、今日はですねこんな企画をやりたいと思います。やらせドッキリ。まあ、目の前にこうサラダチキン、僕普段からこのサラダチキンよく食べるんですけど、50個あるんですけども、1万円分のサラダチキンを食べてやろうっていうね、大食い企画でございます。僕1個ぐらい食べます。で、止めます。待て待てと、ちょっと止めて止めてと、なくしてっつって、なくしすぎるとバレるから、ちょっと途中経過も取ろうぜっつって、で、そういうのをちょっとやっていきながら、その間の竹焼くんの反応を見ようと。楽屋隣だったんよ、まさかので、しかも声すんげー抜ける楽屋隣で、本当は楽屋で打ち合わせと前振りを取ろうと思ったんですけども、ちょっと急遽この、スタジオで、前振りも取ると。じゃあ気合入れてめっちゃ食いますか。ね、どんぐらいお腹減ってんの今。いや、もう今日トレーニングしてきてるから結構腹減ってるんで。自信は余裕っしょ。ちょっとトイレ行って価格チェックいいですか。いや、もう行こうか。さん入られまーす。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして、竹焼翔と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジっすか。よかったら、はい、ありがとうございます。すいません、気を使っていただいて。いいえ、とんでもないです。いや、今回は竹焼さんちなんでお受けいただいて本当にありがとうございます。いえいえ、そんな。どんなサラダチキン来るのかすごい怯えてたもんね。もうノーマルタイプが全部来るんかなと思って。味変がないときついですもんね。そうですね、だったら死ぬかなと思ったんで、うんうんうん、ありがとうございます。いい、サラダチキンは普段から結構食べてるんで。なるほど。はい、普段食いしてるやつなんだ結構。あ、だったら大食いできるかな、いけそうかなって。はい、なるほどですね。てい、どうもー、てこしゅうでーすと、ハロー、たかきでーす。初コラボー。やっぱりちょっといろいろ教えていただきたいなということで。なるほどですね。これ用意しました。サラダチキン1万円分でございます。めちゃくちゃ多い。はい、これいける自信あります。ちなみに結構いろいろチャレンジしてると思うんですけど、手越君にかかってますね。いやいやいや、僕は、はい、まあ、頑張れば、はい、半分どうなんやらないけですけど。じゃあもう早速いきます。いきますね。はい、じゃあサラダチキン1万円分、1万円分大食いスタートです。スタートー。じゃあ行きましょう。じゃあ僕これこれいきます。これね、普段から移動の車の中に必ず置いてあるやつなんですけど、このグリルチキンの炭火焼き鳥風味、これをまずいきたいと思います。いいんすか。あ、普通にいいんすか。慣れちゃったるんか言っちゃっていいんすか。お、そういうこと。そういうことですよ。逆に行ったことないやついっちゃいましょう。僕もじゃあちょっと行ったことないですよ、はい、じゃあ僕プレーン行ったことないんで、はい、行ってみます。プレーン行きますね。はい、じゃあ俺ね、サラダチキン炙るチーズ行こうか。これこれ、これ後半きついやつですね。はい、これいきます、これいきます。じゃあ僕プレーンの、じゃあ、はい、食べようかな。じゃあいただきます。いただきます。うん、うわ、お、うまい、うまい。こんなんなんや。一個目いけました。あ、ごめんなさい。じゃあちょっと次どれどうしようかな。あともう一個ぐらい。よし、テゴさんのペースいいっすね。これなかなかの量だ。でもね、うん、1万円分ともなるとね、うん、スピードは割といけんのよ。ただその大食いがね、持続型でもないってことですか。はい、スピーディーだ。勝負早めに蹴りつけましょう。そうです、がっつりね。あ、ありがとうございます。うん、行きました。素晴らしい、行きました。あ、すごい。僕が海になりますよ。お願いします。いやー、結構軽くなってきたな。早いな。早いっすね。もう結構いけてる。そうっすね、いけてるよね、もうね、はい、尺的にはね。はい、じゃあちょっと間引く。了解です。ちょっと一瞬、すいません。はい、はい、何個かじゃあ取っちゃってください。どんぐらい取っちゃいます。今だいたい15分、20分ぐらい取れてますので、で30分経過のとこ取りましょうか。そうだね。いろんな種類3つずつぐらい動かしちゃってください。別のとこで食うみたいな感じなんですか。あ、なんかそのめっちゃ時間かかるじゃないですか。そうですね。そう、だからちょっと間引いちゃってもいいかなと思って。
サビック、あー、減らすみたいなやつ。うんうん、でいいかなって。なるほど、僕全然食えるっすよ。マジっすか、すごいな。頑張るっすよ全然。いやでもね、体にあんま良くないし。でもなんか、なるほど、日常的にはなんか、はい、ガチだと過酷の方がなんか見られて伸びる傾向になると思うんでと思うんですけど、でもそうですよね。まあでもずっとテレビの世界もこんな感じなんで、30分のあれ、これだけちょっと今食ってるから。30分経過しました。30分、結構も腹いっぱいよ。竹内さん的にどうですか、お腹まだ。あ、全然大丈夫ですよ、ほんとに。僕のことあんま気にしなくて大丈夫です。すごいな、サラダチキン30分食べ続けるってなかなかよ。なのにね、はい、なんでね、はい、食べきりました。7袋目じゃあこちらのグリルチキン、これね、僕ね、あの昔から食べてるんですよ。うん、うまいっすもんね。学生時代からお世話になってたわ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。これいただきます。これだったらもう何もでもいけるわ、うん、マジですか、はい、すごいな。いやすごいね、やっぱ勢い、ね、勢いがすげえ。まあね、食べます。次、50分、60分、でいいんじゃない。60でいきます。うん、60、5分それで6個ずつぐらい混ぜる感じしましょうか。プレーン残した方が面白いかもしれない。あ、そうだ、プレーン残そう。はい、プレーン俺最後に行くみたいな下りの方がいいよね。だからマジ全然すごいな、食えるんで、そんなに別にあからさまにじゃなくても、はいはいはい、まあ、大先輩になんかちょっと失礼なんですけど。いいいい、全然そう、でもそれやっぱ本当はリアルなんで。ごめんなさい、ちょっと。あ、全然全然全然。いや、でもやっぱ食った方がいいと思う。全然食えるから。あ、ごめんなさい、マジで。全然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 問題の問題もないです。行くなぁ、すごいなぁ。まあでもね、やっぱリアルがやっぱり一番ですよ。僕もやっぱリアルリアルでずっとやってきてるんで、視聴者の方にやっぱ嘘つきたくないなっていう賛成ずっとやってるんで。なるほど、うん。じゃあ60分、キョコさん60分経過しました。 60? いやー、もうやばいよ、もう食いたくない。だって俺何本いって、10近く、もっといってる、もっといってるか。やべえな、できるまでも帰れないんで。いやー、まずいなこれは。これじゃあ次はね、このタンパク質チキンパイってもいいですか、これ。あ、これうまかったっすよ。あ、これうまい、今行きました。じゃあこれいきます。はい、いろんな種類あるんやな今。すごいですよね、すごいですね、飽きさせないように。あ、このお母さん食堂のね、ファミリーマートのこれあるんですけど、はいはいはい、これが本当に助かったな。僕もともと YouTube する前は普通に働いてたんで、はい、はいはいはい、その時自炊とかずっとしてたんですけど、そういう時に本当にお世話になってましたね。いただきます。これ、これ一口食べちゃったけど、もういいよね。はい、はいよ。で、別のも食べていただきながら、ちょっと90分、ぜひ90分。はい、今の早すぎないですか。多分大体ダイジェストみたいな。ダイジェスト、あ、それなんで開けずに置いておきます。テルシ君って結構その大口企画って、はい、2回やりました、2回やりました。マクドナルドと、あとサイゼリア、サイゼリアもね、ずっとこんな感じだったってことなんですか。こういうのに慣れてて、なるほどなるほど、そう感じさせない。でもやっぱそれが視聴者にバレたら僕絶対ダメだと思うんですよ。やっぱ夢なくしじゃないですけど、やっぱバレなければやっぱりね、そういうのがやっぱ効率よくて、そのバレない時間でパンパンパンって3本ぐらい喜ぶものを取ってあげた方が。だからすごいちょっとおこがましいんですけど、これ YouTuber 的には数より過酷でずっと長時間流してる方が僕は本当に頑張ったなっていう風に見られる。ああ、なるほどね、傾向にあるんで。じゃあ90分いきましょうか。はい、いきますね。90分経過しました。いやー、まあきつい。ちょっともう一回やらせてもらっていいですか。もう一回、すいません、すいません、すいません。じゃあ、はい、ね、ドラマみたいな感じで、はい、いきますよ。はい、90分経過です。いやーきついわ、もうもうもうこれは俺に任せな。おお、頼もしい。俺が言っちゃうよこれぐらい。おお、頼もしい、通り越して頼も D だなこれは。頼も D だこれは。お願いします、任し D。 おお、お願いします、任し D。 こうやって任し D やなこれは。任し、まあそうです、任し、そうです、任 D、 まあ、うん、任 D ですね。どういうことですか。わかんない。もうね、食べ過ぎておかしくなってる。もう、でもそれありますよね。もう確かに20本しかいってるからね。残りだって10ちょいでしょ。ってことは2人で今もう40近くいってんだよ。なるほど、とんでもないです。とんでもないよ、とんでもないですね。
いや僕ちょっとじゃあ多めに行くんで止めます、じゃあ、はい、トークしかしてない。トークパートでそうだね、でビビビッとあの早送れば大丈夫ですか。俺じゃあこれを減らしてもらって3つぐらい、これラスボス大丈夫ですかね、この感じで。まあ、テグスさんの動画なんで。もう限界っすよ、もう行かせて腹出ちゃってるもん。立ってみます、ちょっとお腹どんぐらい。そう、おお、結構やばいよ。でもまあ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 、やっぱまあまあ出ちゃってるね、下っ腹がやっぱり。うん、40本もいきやすい、出るよ。じゃあラスト200分経過で最後に1個以内は。そうですね、じゃあ、もう終わる、もう終わる。はい、最後1個いけます。マジっすか。違う、さすがにそこ食った方が。だからこれ切って最後2人で食べようよって食べて、ちょっと俺その食べる前にちょっとトイレ行っていい？ちょっとトイレ行っていいですか。はい、もうちょっとそれで一回トイレ出したら俺多分半分まで多分いけると思う。結構食ったよ。あ、じゃあまだこれ食わんほうがいいです。結構ちゃんとやられるんですか、この大食い。もうガッツリ。そうですね、なんかやっぱり本当にガチガチでやってる方が過酷さってなんですかね、伝わるもんなんですよね、本当に食ってる方が。だからなんかシンプルに手越くんのチャンネルなんで心配だなっていう、これ大丈夫かなっていう。はい、いいやつじゃん、プロ中のプロやん。なんか全然出てなかった。すみません、お待たせしました。はい、よいしょ。じゃあラスト200分経過で絞りますね。時間も現在200分ちょうど経過しました。いやこれこんなこと200分ずっとやってんの。30分過ぎました。 やばいね。そう、3時間、3時間20分。まあ今まで49個食べてきてラスト1個ボス、乾杯。乾杯。オッケー、行きましょう。いやいやいや、しんど。あと一口で俺もいけるんで、じゃああと一口になったら教えてください。したらさすがに一緒に行きましょう。ああ、これはもう確かに3時間20分戦い続けるわけですから。そうですね、最後一緒に揃えたいですもん。はい、はい、ちょっと休憩しといてください。休憩します。はい、申し訳ないです。一口まで僕行くんで。はい、優しいな竹谷くん、優しいですね。やっぱ一緒にね、最後確かにゴールテープを切るっていうのが、はいはい、ですだと思ってるんで。おい、マジか。じゃあ俺もちょっとラスト行きます。はい、50個のラスト一切れ行きたいと思います。飲み込みました。というわけでサラダチキン1万円分チャレンジ見事クリア。よしいけたー、やったー。ガチンコ感がやっぱいいんでね。いや、手越くんもめっちゃ食ってるな。いや、そうなんです、やっぱ本当にリアルガチガチンコチャンネルなんで。なんでね、また次回もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。せーの、てい、バイバーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございました。いやこういうことはしたらあかんよ。こういうことはしたらあかんよ。竹谷くん、ダメだよ。どういうことですか。よくないよ竹谷くん、ほんとに怖い。てってれー、怖いよ。どういうこと。よくない、エゴにゃん。竹谷くん、ほんとにね、視聴者を騙して食べてないのに食べた手で撮ったり視聴者を騙すようなことは絶対にしちゃダメです。ダメ、絶対。でもね、竹谷くんのね、返しが100点だった。
もういいです、マミえ、グル、どこまでがグルなんですか。いや、ここにいる全員ですよ。え、全員っすか。全員。え、全員全員。なんなら大学のマネージャーさんも。ムエさんも全員グルっす。なんかちょいちょいあのマネージャーに助けてっていう目で合図送ってたもんな。これ大丈夫なみたいな。はじめまして、それは無理やで。ここまでヤバい人やったらなんか僕ちょっとショックやったんですよね。いやでもこれが手越くんとかじゃなくて普通のあのコラボする YouTuber だったら僕もう注意してます。なるほど、うん、え、ちょっともうやめよって一回。あ、なるほどね。どうやめよって。はい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 。じゃあそういうの俺あんまやったことないから、はいはい、そういうの良くないよって言おうと思ったんですけど、うん、手越優也にそれ言えねえわ。よかった、俺も本当になんすかね、それをそのまま受け入れてたらもうボスレベルじゃないですか。たき焼きやべえ説になるから。はいはいはい。普段ガチやってる分ね。そう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 、はい。